アウリス・サリネンはフィンランドの作曲家。クラシック音楽や現代音楽に分類される音楽を作曲している。作風は近代的であるが、調性は失っておらず、実験音楽のようにはなっていない。サリネンの作品には6曲のオペラや8曲の交響曲、様々な協奏曲や器楽曲が含まれる。1978年にオペラ、騎士で北欧理事会の音楽賞を受賞した。サリネンは1935年にフィンランドのサルミで生まれた。バイオリンやピアノを習い、10代の頃からは次第に作曲も行うようになった。後にサリネンはシベリウス音楽院に進学し、ヨーナス・コッコネンなどに師事した。シベリウス音楽院を卒業後、サリネンは同校の作曲教師としての職を得た。また20代半ばには、フィンランド放送交響楽団で指揮者としても活躍した。そのため指導者としては知られるようになったが、サリネンの作品については、彼がフィンランド政府から終身教授に任命されて、彼自身が作曲に目を向けるまでは、特に目立った作品はなかった。終身教授に任命されてからは、多くの時間を作曲に費やした。サリネンが使用した作曲様式やハーモニーは、スタンダードなものであるが、彼はそれらを非常に現代的な手法で組み合わせた。その作品の中には、トールキンの指輪物語からインスピレーションを得た、交響曲第7番なども含まれる。また、クロノスカルテットのアルバム、Winter was Hardで、表題曲を作曲したことでも知られる。ありがとうございます。